我が王国をくれてやる。ろうそくが青白く燃えている。今は真夜中。恐れおののくこの春、冷たい汗がびっしょりだ。リチャード、リチャード、何を恐れるリチャード。リチャード、お前自身をか。リチャード、リチャード、他に誰もおらぬ。リチャードはリチャードを愛している。俺は俺だ。ここに人殺しはいるか。確かにいる。お前だ。では逃げろ、そのお前から。なぜ逃げねばならぬ。お前の復讐を恐れるから。俺が俺に復讐する。だが俺は俺を愛している。なぜ。お前がお前にいいことをしたからか。とんでもない。お前はお前を憎んでいるのだ。お前がお前に憎むべき数々の罪を犯したから。俺は悪党だ。自分の悪口を言うな、バカバカ。嘘をつけ、お前は悪党ではない。お世辞も言うな、バカバカ。俺の両親にはどうやら無数の舌があるらしい。その一つ一つの舌がそれぞれ勝手な話をする。そしてその一つ一つの話がお前を悪党と決めつける。絶望しかないのか。お前を愛する者は一人もいない。お前が死んでも憐れん者は一人もいないだろう。いや、それも当然だ。お前自身、お前に対して憐れみを感じていないのだから。絶望しかないのか。絶望せぬよう、信仰が絶望せぬよう、唇が祈りますゆえ。ああ、臆病者の心め、そう俺を苦しめるな。もしもこの卑しい我が手があなたの手に触れ、聖堂を汚せば罰はもとより覚悟。この唇はにかむ巡礼が、優しい口づけで手荒な手の跡を拭うべく控えております。巡礼様、その手にあまりひどすぎるお仕打ち。このように礼儀正しい新人ぶりですのに。聖者のため、手は巡礼の手が触れるためのもの。指触れるは巡礼の優美な口づけと申します。では聖者は、そして巡礼は唇を持たぬと。巡礼様、その唇は祈るためのもの。我が聖者、手がなすことを唇にもお許しを。信仰が絶望せぬよう、唇が祈りますゆえ。聖者の胸は動きませぬ。祈りを許しても。動きなさるな。祈りの印を受け取る間、この唇はあなたの唇で罪を清められます。では私はあなたの唇から罪を受けますので。この私の唇から罪を。優しいおとがめ、ではその罪をお返しください。口づけの儀式のよう。万歳マクベス。クラウズの領主。万歳マクベス。コーナーの領主。万歳マクベス。将来の国王。確かに俺はグラムズの領主、そしてコーダーの領主となった。この二つの予言は真実だった。王位を主題とする壮大極まりない芝居にはうってつけの幕開きだ。あの不可思議ないざないは悪いはずはない。いいはずもない。悪いならばなぜお前に成功の手つきをくれたのだ。まず真実を語ったではないか。そしてコーダーの領主。いいならばなぜお前は王位への誘惑に屈するのだ。それを思い描くだけで恐ろしさに身の毛もよだち、いつもの俺にも似合わず、おののく心臓が激しく肋骨を打つではないか。目の前の恐怖も想像力の生み出す恐怖ほど恐ろしくはない。心にはもう人殺しはまだ想像に過ぎぬ。それが生身のこの五体を揺さぶり、思い浮かべるだけでその働きは麻痺し、現実に存在しないものしか存在しないように思われる。あなたはグラームズ、そしてコーナーの領主、やがては約束されたものにおなりでしょう。気がかりなのはそのご気性。あなたは偉大な地位を求める野心はお持ちだけど、それに伴うはずの悪心はお持ちにならない。あなたが欲しいものは、欲しければこうせねばならぬと叫んでいる。そしてあなたはそうした方がいいと分かっていながら、そうするのを恐れておいでだ。運が俺を王にするなら、運に任せればいい。俺が手を下すことではない。さあ、早く帰っていらっしゃい。あなたの耳に私の強い心を注いであげる。私の舌の勇気で黄金の王冠からあなたを遠ざけている邪魔者を追い払ってあげる。せっかく運命と超自然の力があなたの頭上に王冠をかぶせようとしてくれるのに。どうなろうと
かまうものか。どんな荒れ狂う嵐の日にも時間は経つのだ。誰だ？お前こそ誰だ？動くな！名を名乗れ！国王陛下万歳！バナードか？そうだ。よく来てくださいました、時間通りに。今12時を打ったところだ。休むがいい、フランシスコ。助かります。何しろひどい寒さで。異常はなかったな。はい。よし、ホレーショーとマーセラスに会ったら、すぐ用に行ってくれ。今夜の見張りの仲間だ。止まれ、誰だ？この国の味方、デンマーク王の臣下、マーセラスですね。そうだ。おやすみなさい。ああ、ご苦労だ。誰と交代した？バナードです。では、おやすみなさい。おい、バナード。おお、ホレーショーも一緒か。ところで、例のやつ、今夜も現れた？いや、まだ何も。ホレーショーは俺たちの目の迷いだと言って、どうしても信じようとしないのだ。二度までも俺たちの前に現れたあの恐ろしい姿を。まあ今夜は現れんだろう。とにかく座れ。夕べのことだ。北極星の西に見える、ほら、あの星が天の一角に光を放ち始めた時だった。マーセラスと俺は鐘が一時を打つのを聞いて。静かに見ろ、出たぞ。なくなった王そのままの姿だ。休んだんじゃないのか。いえ、休んでる場合じゃありません。こっちへ来い。ホレーシオ、学者ならどう話しかければいいか分かるだろう。戦王そっくりではないか、ホレーシオ。確かに似ている。恐ろしくも不思議なことだ。話しかけてほしいようですよ。話してみろ、ホレーシオ。何者だ？この真夜中を我が物顔に振る舞い、あろうことか亡きデンマーク王の姿を盗み取って現れるとは、天にかけて貴様に命じる。何者か答えよ。腹を立てました。あ、言ってしまうぞ。待て、貴様に口があるなら、声があるなら話してくれ。我々にとってもためになることがあるというのなら話してくれ。この国の不幸な運命を知っているなら頼む、話してくれ。びくっとしたな。呼び出しを受けた死刑囚のように。確かに今のものはあの鶏の声で消え失せたな。今夜我々が目にした一部始終、ハブレット様にお知らせしようではないか。我々には閉ざした亡霊の口も王子には開くだろう。お伝えするのがハブレット様と我々の友情にもかなうだろう。義務にもふさわしいと思います。どうだろう。それがいいな。今朝お目にかかれる場所は分かってる。案内しよう。殺すだろうという予言を兄のことと思わせておいたからな。おい！
待て、企みは村の底に秘めよう。クラレンス校長次が来た。おはようございます、兄上。どういうことですこれは。陛下におかれましては、弟君ジョージ様の身の安全を図り、ロンドン島へ送られるとのこと。これはロンドン島長官ブラッケンベリー。なぜこんなことに。俺の名前がジョージだから。ロンドン市内では王の後継者が G を頭文字にする男によって滅ぼされるという噂が飛び交っております。こんな噂がエドワードの心を動かすとはな。バカ。俺の名前はたまたま G で始まる。ならば名前を変えられよ。グレゴリーでもいい、ガーファンクルでもいい、ギールグッドでもいい。全部 G から始まってんじゃないか。リチャード様、クラレンス公と内々で話されることは固く禁じられております。王をそそのかす、こんな噂を考えつくのは王の妃。あの女を置いて他におりますまい。妃のエリザベスが。あの女だったではありませんか。弟のリバースと共謀し、当時侍従長であったヘイスティングズをロンドン島へぶち込んだの。リチャード様。だが、そのヘイスティングズは今日にも釈放されると聞いている。そうなのですか、兄上。しばらくの辛抱だ。もう行かねばなりません。クラレンス公とのお話もこれまでに願います。お前の役目は分かっている、ブラックエミリー。したようなことにしよう。それにしても、実の弟に対するこのひどい仕打ち、どうかしばらくはご辛抱を、兄上。時が経てばこれも笑い話だ。ではな、リチャード。時が経てばこれも笑い話だ。ではな、リチャード。バカ正直なジョージ。俺はあんたが大好きだよ。だからあんたの魂をすぐに天国に送り届けてやるぞ。天国でその贈り物を受け取ってくれればの話だ。死ぬ、眠る、それだけだ。眠ることによって終止符は打てる。心の悩みにも、肉体につきまとう数々の苦しみにも。それこそ願ってもない終わり方ではないか。死ぬ、眠る、眠る、おそらくは夢を見る。幸せな幸せな夜、夜だからこれは全て夢だということにはなるまいな。あの窓から差し染める光は何。向こうは東とすればジュリエットは太陽。昇れ美しい太陽、月の光を消してしまえ。あなたは僕のもの、僕の恋人。お、口を開くぞ。いや、何も言わない。それでもいい、あの目が物語ってる。それに答えようか。大胆すぎるか。ああ、口を開くぞ。お、口を開け輝く天使。ロミオ、ロミオ、どうしてあなたはロミオ。お父様と縁を切り、ロミオという名をお捨てになって。それがダメなら私を愛すると誓言して。そうすれば私もキャピレットの名を捨てます。もっと聞いていようか、今話しかけようか。私の敵といっても、それはあなたのお名前だけ。モンタギューの名を捨ててもあなたはあなただから、ロミオというお名前をやめたところで、あの日の打ちどころないお姿はそのままのはず。ロミオ、その名を捨てになって、あなたと関わりのないその名を捨てた代わりに、この私を受け取って。受け取ります。お言葉通りに恋人と呼んでください。それが僕の新たな洗礼。どなた、夜の暗さに潜みこの胸の秘めた思いをお聞きになったの。僕の名前は聖者よ。でもそのお声でわかります。あなたはロミオ、モンタギュー家の。いいえ聖者、どちらの名前もお気に召さぬ以上。どのようにしてここに、何のために。庭の塀は高くて飛び越えるのは難しいはず。恋の軽い翼で飛び越えました。石垣などでどうして恋を締め出せましょう。でも見つかればあなたを殺そうとするでしょう。見つからぬよう夜の衣に身を隠しています。だが愛してくださらないなら見つかるがいい。あなたの愛なくして虚しく死ぬ日を引き延ばすより、彼らの憎悪に命を追う方がはるかにマシだ。今のお声は夜の衣たちです。まあ口が聞けるのね。はい。ここがお借りにあったのは誰の手引きで。恋の手引きで。恋がまず探し求めさせたのです。恋が知恵を貸してくれ。彼が盲目の恋に目を貸したのです。イエス。夜の仮面がこのように私の顔を隠してくれる。出なければ乙女の柱に頬が染まっているはず。先ほどの言葉をあなたに聞かれてしまったのですから。でも天才ぶるのはやめます。
愛してくださるわね、はいとおっしゃるわね、出なければ、いや打ち明けて言えば、激しい心の思いを知らぬ間にあなたに聞かれてさえなければ、私だって控えめにしていたはずですから、恋に負けた心を軽々しい浮気とおとりにならないで。僕は誓います、あの火事の梢を銀色に染める清浄な月にかけて。いけません、月にかけては。不実な月は一月ごとに満ちたり欠けたりするもの、あなたの愛もそのように変わりやすいものになります。では何にかけて誓えば。誓いなどなさらないで、今夜誓約を交わすことは嬉しい気持ちになりません。あまりに無鉄砲、あまりに無分別、あまりに唐突、光ったという間もなく消えてしまう稲妻にあまりにも似ています。愛しい方、おやすみ。私の胸の内にある甘美な安らぎがあなたの心にも訪れますよう。満たされぬ僕をこのままに行かれるのか。どんな満足を今手にすることができまして。あなたの愛の制約を僕の誓いと引き換えに。それはお求めになる前に差し上げたわ。できることなら返していただきたいとは思うけど。返していただきたいですって。何のために。何のために。気前よくあなたにもう一度差し上げるために。ああ、お父様、愛しい方、さよなら。すぐ行くわ、バーヤ。ロミオ、心変わりせみよ。ちょっとお待ちになって、すぐ戻ってきます。おお、幸せな幸せな夜。夜だからこれは全て夢だということにはなるまいな。心とろかすこの甘美さ、現実とは思えない。ほんの一言で、ロミオ、今度こそお別れします。もしあなたの愛のお気持ちが誠のものであり、結婚ということを考えてくださるなら、明日あなたのもとへ人を送りますから、ご返事を、どこでいつ式を挙げるか知らせてください。私は私の一切をあなたに差し上げます。私はどこへでもあなたの後についていきます。お嬢様、行くわよ、すぐ。でも本心から出ないならばお願いです、どうか。お嬢様、すぐ行くわ。どうかもうおやめになって、私を一人悲しませて、明日使いのものをやります。この魂にかけて。おやすみ。一戦旅もいよいよ夜でありますよ。千倍も悪い夜だ。あなたの光が消え失せては。恋人に会う心は下校する生徒のようにウキウキし、恋人と別れる心は登校する生徒のように浮かぶもの。ロミオ、ロミオ。何です、ジュリエット。使いは明日何時にやりましょう。朝の9時頃。では必ずその時まで20年もあるよ。あら、お呼び止めしたわけを忘れてしまったわ。思い出すまでここにいていいですね。忘れたままでいるわ。いつまでもいてくださるように。いつまでもいます。いつまでも忘れているように。自分の家があることなど忘れてしまいながら。間もなく朝、あなたをお返ししなければ。おやすみ、おやすみ。朝が来るまでおやすみを言い続けていたい。あなたの目に眠りが、胸に平安がありますよ。その眠りと平安にこの身がなることを夢見るとしよう。死ぬ、眠る、おそらくは夢を見る。そこだ、つまずくのは。この世の煩いからかろうじて逃れ、長の眠りにつき、そこでどんな夢を。それがあるからためらうのだ。それを思うから苦しい人生をいつまでも長引かすのだ。出なければ誰が我慢するか。そうだろう、マクベス。やってしまえば、すべてやってしまったことになるなら、早くやってしまうに限る。暗殺という網で一切を救い取れるなら、息の根を止めれば、それでうまく肩がつくものなら。そうだろう、ハムレット。だがマクベス、世間の無知打つ非難、権力者の無法な行為、おごる者の侮蔑、差別つまれた恋の痛み。立派な人物がくだらぬやつ相手にじっと耐え忍ぶ屈辱。このような重りを誰が我慢するか。この世から探検のただ一月で逃れることができるのに。そうだろう、マクベス。この一撃が全てであれ、全て終わらせるものであれ、この世で万事解決するならそうなの。あの世のことなど誰が構うものか、ハムレット。辛い人生をうめきながら汗水流して歩むのも、ただ死後に来るものを恐れるためだ。死後の世界は未知の国だ。旅立った者は一人として戻った試しはない。それで決心が鈍るのだ。
身も知らぬあの世の苦労に飛び込むよりは慣れたこの世の煩いを我慢しようと思うのだ。この世に物思う心が我々を臆病にする。そしていつしか見進むべき道を失い、行動を起こすに至らず終わる。そうだろう、マーケス。死ぬ、眠る、それだけだ。死ぬ、眠る、それだけだ。死ぬ、眠る、それだけだ。だがこういうことは常にこの世で裁きがある。血生臭い悪事をやってみせれば、必ずそれをやってみせた者に跳ね返ってくる。このことはもう打ち切ることにしよう。王はこの俺に栄誉を与えてくれたばかりだ。そして今この俺はあらゆる人から黄金の評判を勝ち得ている。この新しい服は金色の輝きを失うままに着るべきだ。簡単に脱ぎ捨てたならぬ。では先ほど身につけていたあの望みは酔っ払っていたの？あれから一眠りして今目が覚めてみると何を見ても身震いするというの。これからはあなたの愛もそのままだと思うことにしましょう。もう言うな。この世の花と思い定めた王冠を手に入れたいと望みながらご自分で臆病者と思い定めて生きていこうというのね。魚は食いたいが足は濡らしたくないという猫のようにやるぞと言ってはやれないと嘆くのね。俺は男にふさわしいことなら何でもやる。それ以上のことをやるのは人間ではない。では獣だったのですか。あの計画を私に打ち明けたのは。あの勇気のあったあなたこそ真の男。それ以上のことをやることによってあなたはますます男らしい人間になるのです。だがもしやり損なったら。やり損なう。勇気を振り絞るのです。そうすればやり損なうものですか。二人のお付きの者は私がうんと酒を飲まして酔いつぶしてやります。そうして豚のように眠り込み正体不明になってしまえば護衛のない王に対しあなたと私でできないことがありますか。男の子だけ産むがいい。恐れを知らぬその気性から到底男しか生まれまい。そのベロベロのお付きの者に私たちの滞在をなすりつければそれで肩がつくではありませんか。死ぬ、眠る、それだけだ。そうだ、酔いつぶれて眠りこけた部屋付きの二人に血を塗りたくっておく。それを探検の奴らのものを使う。そうすれば誰でも奴らの仕業だと思うだろう。誰でもそうとしか思わないでしょう。私たちは王の死を大声で嘆き立てればよいのです。よし、心は決まった。あとは体中の力を振り絞ってことになれるのか。さあ奥へ。晴れやかな顔でみんなを欺くのです。偽りの心を隠すのは偽りの顔しかありません。死ぬ、眠る、それだけだ。死ぬ、眠る、それだけだ。死ぬ、眠る、それだけだ。天の霊気を伴う前例か、あるいは地獄の毒気をもたらす悪霊か、何と呼ぼう。国王、父上、天幕王、ああ答えてくれ。地上に現れたその訳を。心して聞け、ハムレット。ハムレット。ああ聞かずに置くものか。聞けばそなたは復讐せねばならぬぞ。何。わしはそなたの父の霊だ。ああこのあまりにも硬い肉体が崩れ溶けて梅雨と消えてはくれるものか。夜は地上をさまよい、昼は煉獄の炎に身を焼き、生前犯した大業の清められる日を待つ定め。おお気の毒だ。だがあの世のこととこの世のものに打ち明けることは禁じられておる。ああ答えてくれ、教えてくれ。我々にどうせよというのだ。おお聞け、聞いてくれ。そなたがかつて父を愛していたなら。おお父上。悪逆非道な人殺しの恨みを晴らしてくれ。人殺し。ああ早く聞かせてください。天だけで想像力よりも早く復讐へと飛んでいきます。わしの死因については庭園でまどろむうちに毒蛇に噛まれたと言いふらされ、その作り話にデンマーク中が欺かれておる。だがハムレット、そなたの父を噛み殺した毒蛇はよいか、今その神戸に王冠をいただいておるのだ。やはりあの父上が。あの犬畜生にも劣る弟は帝宿の鏡と見えた我が妃を恥ずべき邪淫の床へ誘ったのだ。なんと恐ろしい堕落だ。帝宿の女は
たとえみだらな浴場が神々しい姿をとって言いおろうと心を動かされぬもの、それに引き換えみだらな女はたとえ輝く天使と契りを結ぼうと至福に包まれた床に飽き、ゴミだめの腐れ肉を漁るもの。よいかハムレット、そなたの叔父は昼寝にまどろむわしの耳に毒草の汁を注ぎ込んだのだ。肉を腐らすヘブノンの毒液を。なんということを。こうしてわしは湖水を取るうちに実の弟によって命も王冠も王妃も一度に奪われたのだ。なんという恐ろしさだ、なんという。しかしながら復讐を行うにあたっては決して理性を失わず、母に対しては危害を及ぼすな。危害を及ぼすな。あれのことは天に任せ、自らの胸に宿る良心の棘にその身を苛ませるがいい。苛ませるがいい。父上、もう行かねばならぬ。この身を忘れるなよ。父上。では行くぞハムレット、この身を忘れるなよ。あ、哀れな、忘れるものか。この身を忘れるなよ。俺の記憶の手帳からつまらぬ記録はきれいさっぱり抹殺するぞ。この身を忘れるなよ。あの悪党、微笑みを浮かべた忌まわしい悪党、俺の手帳に書き留めておくぞ。人は微笑み、微笑み、しかも悪党たりうる。俺の守り言葉は、では行くぞ、この身を忘れるなよ。これが貴様への言葉だ、クローディアス。
あなたの復讐に流行るお心が私を許せるというのであれば、さあこの件で私のこの真心こもる胸深く突き刺し、あなたに憧れる魂を迷い出させ、あなたの手によって死を賜るようお願いする。ためらわれるな。ヘンリー王を殺したのはこの私だ。だが私にそれをさせたのはあなたの美しさだ。王子エドワードを殺したのはこの私だ。だが私をその気にさせたのはその天使のような顔だ。お尋ね偽善者、お前の死を望んでも私の手を汚してまでお前を殺したくはない。では私の手で死ねとお命じになれば死んでみせよう。それはとうに命じたはず。もう一度言われるがいい。そうすれば直ちにあなたの愛ゆえにあなたの愛する人を殺した手があなたへの愛ゆえにあなたを愛する者を殺すだろう。いずれにしろあなたは王とご主人を殺した共犯者だ。お前の胸の内を知りたい。それは私の言葉に示されている。それが嘘だとしたら、とすれば誠の心を持つ男はこの世にいないことになる。もうそのスケールを収めて。では許すと。それはいずれ後で。つまり希望があると。誰でも希望があることはいいことでしょう。ああ、どうか全てをあなたに捧げたこの哀れな男の願いを一つだけ聞いていただきたい。願い。ヘンリー王の埋葬はあなた以上に悲しむこの私に任せて、あなたはこれよりすぐ私の役職にお越しいただけないだろうか。私は王の埋葬を執り行い、そのお墓を私の後悔の涙で濡らした後、直ちに屋敷へ帰りあなたにお会いするつもりだ。あなたがそのように悔いておいでだとは。もちろんだ。そして悲しみとともにあなたをお守りしたいのだ。その言葉信じてる。もちろんだ。ではお言葉通りに妻になると。それは私の口からは。でももうそう言ったとお思いなさいとだけ言っておきます。この方を私の屋敷にご案内してくれ。こんな気分の時に求婚に応じた女がいるか。人は微笑み微笑み、しかも悪党たりうる。亭主とその父親を殺した男が憎悪の極みにある女を手に入れた。まるで奇跡ではないか。人は微笑み微笑み、しかも悪党たりうる。俺を根っからの人殺しと思ってはいないか。俺は二人の間に生まれたばかりの喜びをジュリエットの身内の血で怪我してしまった。ロミオ、ロミオ、ロミオ、ロミオ出てくるがいい。恐れることはない。ロレンス神父、大公からの宣告は、その宣告は死刑以下ではありません。大公の唇から漏れたのはもっと寛大な宣告。その身の死ではなく、その身の追放とのこと。え、追放。おじひです。死と言ってください。追放という言葉は言ってくださいますか。このベローナから追放されたか。我慢せ、世界は広いぞ。果てしないほどな。ベローナからの追放とは世界から追放されること。追放とはつまり死の別名。あなたは死を追放と呼んで私の首をはね、それを楽しんでおられるのです。罪深いやつ、なんという面白さ。お前の罪は法に照らせば当然死刑。それを寛大な太后が死という忌まわしい言葉を追放に変えられた。これが慈悲というもの、分からぬかお前には。それはせめくです。慈悲ではない。天国とはジュリエットのいるこの町のこと。腐れ肉を食らうハエもこのロミオに比べればまだしも幸せ。あのジュリエットの白い手に触れ、その唇から永遠の祝福を盗むこともできる。
それがロミオには許されないのです。それでも追放は死ではないとおっしゃるのですか。まあわしの言うことを聞くがよい。分かってます。また追放のお話でしょう。その言葉から身を守る鎧を与えようというのだ。不幸に泣く者が甘いミルク、哲学をな。たとえ追放されようと、それが心の慰めとなろう。また追放と哲学なんかクソくらいだ。もう話はやめてください。お前の身の上について話そうというのだ。話せるものですか。ご自分で感じていないことを。あなたが私のようにジュリエットを恋人とし、結婚してまだ1時間しか経たずティボルトを手にかけ、私のように恋に溺れ追放されたとしたら話すこともできましょう。立て、戸を立て込んだ。ロミオ、隠れるのが嫌です。悲しい心のため息が霧となって追っ手の目から私を隠してくれるまでは。ほら、叩いておる。どなたかな。ロミオ、立て、捕まるぞ。わしの書斎へ。はい、ただいま。やれやれ、聞き分けのない。戸を叩くはどなたかな。陛下、ハムレット様がお母上のもとへ行かれます。私は隠れ一部始終伺うことに、お休みの前にご報告に参ります。頼むぞポロニアス。おお、この罪の悪臭、兄弟殺しを犯したこの身、どうして今更祈ることができよう。祈りたいと思う心はいくら強くとも、それを上回る罪の重さに押しつぶされる。この呪われた手が兄の血にまみれて固くこわばっていようと、それを洗い清めて雪の白さにする恵みの雨は天にないのか。人が祈るのは何のためか。一つは罪に落ちぬよう、もう一つは罪に落ちた者が許されるよう。とすれば天に仰ごう。犯した罪は過去のものだ。だがどう祈ればいい。忌まわしい人殺しの罪を許したまえと。ダメだ、それは王冠も野心も妃も未だ手放さずにいて、その罪が許されようか。はあ、惨めな。死のようにどすぐらいその胸の内。どうすればいい。どうすれば。悔い改めよ。そう、悔い改めれば全ては許される。だがもし悔い改めることができるとすれば。曲げるのだ固い膝を。鋼鉄の心も生まれたばかりの若子のように柔らかになってくれ。それができれば望みもある。今ならやれるぞハムレット。ハムレット、やるか。やれば奴をあの世に送り込み復讐を果たされる。それでいいか。悪党が父上を殺した、そのお返しに一人息子のこの俺が、その悪党をあの世に送る。待て、それでいいか。それでは殺し屋だ、復讐にはならぬ。祈りに魂の汚れを清め、死での旅路の用意のできている奴を殺して、復讐と言えるか。バカな。ケイロ、身を潜めて時を待て。奴がもんだくれて眠りほうけるとき、怒りに我を失うとき、あるいは、邪因のところに快楽をむさばるとき、賭博にふけるとき、罵り合うとき、いつでもいい、救いようのない財宝にうつつを抜かすときこそ、奴を地獄に突き落としてやる。母上がお待ちかねだ。母上がお待ちかねだ。今見逃すのは貴様の苦しみを伸ばすためだ。言葉は天を目指すが心は地にとどまる。心の伴わない言葉がどうして天に届こうか。今泣いたのはフクロウ。最後のお休みを告げる不吉な予感。今マクベスが始めたのだ。ドアは開いている。飲みつぶれたお月の二人は任務を嘲笑うかのような高いびき。寝酒には私が薬を入れておいた。誰だ。おい、あの二人が目を覚ましたのではまだ済まないうちに、やろうとしてやり遂げなければ私たちは破滅。王の寝顔が私の父に似てなければ私がこの手でやったのに。あなた。俺がやったさ。何か聞こえなかったか。私が聞いたのはフクロウとコオロギだけ。あなた声を私には。いつ。今降りてくる時か。ええ。
て情けない様だ。バカなことを情けない様だなんて。一人が眠りながら笑う、もう一人が人殺しと叫ぶ、そして互いに目を覚ます。俺はじっと聞いていた。するとお祈りを唱え、一人が神をお慈悲をと叫ぶ、もう一人がアーメンという。その恐怖の声を聞きながら、神をお慈悲をなと、俺はアーメンと言えなかった。考えすぎてはいけません。どうして俺はアーメンと言えなかったのか。俺こそ神のお慈悲が必要なのに、アーメンという言葉が喉に引っかかったのだ。こういうことはそのように考えてはいけません。気が狂ってしまいます。叫び声が聞こえたようだった。もう眠りはない。マクベスは眠りを殺した。あの無心の眠り、心労のもつれた絹糸を研ぎほぐしてくれる眠り、その日その日の生の終焉、辛い労働の後の歪み、傷ついた心の冷薬、大自然が用意した最大のごちそう、人生の共演における最高の自由。何をおっしゃるの。屋敷中に叫んでいたのだ。もう眠りはない。マクベスは眠りを殺した。マクベスにもう眠りはない。誰がそう叫んだというのですか。あなた、そのように気概にしみた考え方をなさると、せっかくの勇気も崩れます。なぜその探検をあの部屋に置いておかなければ。自分がやったことを考えるだけで身の毛が立つ。二度と見たくはない。それを持っていて眠ってるお月の者に血をなすりつけなければ。もう俺は行く気にはなれぬ。行く気もない。探検をよこしなさい。眠った者や死んだ者は絵姿に過ぎません。絵に描かれた悪魔を怖がるのは子供の命だけです。お月の者の顔を結晶してやります。二人の仕業と見せかけなければ死傷をきたします。何だあの音は。どうしたんだ俺は。どんな音にもびくつくと。なんという手だ。大ネプチューンの支配する大海の水すべて傾けば、この手から水で血を洗い落とせる限りは、この手がむしろ見渡す限りなり、また波の大海原を分けにされ、緑を真紅に一変させるだろう。私の手はあなたと同じ色。でも心臓はあなたのように青されてはいません。戸を叩く音が。さあ私たちは部屋へ。ほんの少しの水があればきれいに消えてしまいます。簡単なことじゃありませんか。さあしっかりなさって、ぼんやり考え込まないで。やったことを思い出せ。ぼんやり我を忘れていた。弾丸を起こしてやれ。戸を叩いて起こせるものなら入れてくださいまし。ヨウムキはその後でジュリエット様からのお使いです。それはよく参られた。ロレス神父様、お教えください。お嬢様のご主人はロミオ様はどこに。それそこに倒れておる。我と我が涙に押し入れてな。お嬢様もこの通りでございますよ。全くこの通り。おいたわしい身の上、悲しみの心は通じ合う。バーヤか。ジュリエットはどうしてる。俺を根っからの人殺しと思ってはいないか。俺は二人の間に生まれたばかりの喜びをジュリエットの身内の血で怪我してしまった。今どこに、どうしてる。何も言わずただ泣いておられるばかり。ロミオの名がジュリエットの心を打ち殺したのだ。その名を持つこの呪わしい手が、あれのいとこを殺したように、憎むべきその名の住処をこの手で人思いに。その手はかい男か。それでも見かけは惜しい男ながら実は女々しい女。見かけは勇ましい人間ながら実は浅ましい畜生。驚いたものと全くの話。お前をもう少ししっかりした男と思っていた。お前はティボルトを殺したな。その上お前もか。お前のジュリエットにか。
我が身を殺す罪を犯せばお前を命と頼むジュリエットまで殺すことになるぞ。何故生を呪う、天を呪い地を呪う。生と天と地、その三つが集まってできたお前は厚かましくもこの三つを一時に捨てる気か。バカ、その姿愛理性を恥ずかしめおって、その三つを豊かに所有しながらなぜその姿愛理性を輝かす使い方をしないの。お前の姿はさあ言ってやれ。男としての勇気を外れてはたかだか老人形の美しさをとどめるに過ぎる。お前の愛はいつまでも胸にと誓った相手を殺すようでは虚しい偽りの誓いに過ぎぬ。お前の理性は姿と愛を飾りたるべきなのに、その二つを誤り導くことしかせぬに過ぎぬ。それは未熟な兵士の持つ火薬のようなもの、自ら鞭上に火を呼んで爆発し身を守る武器で我が身を粉々にしてしまう。死ぬほど焦がれたジュリエットは生きている。そこに幸せがある。ティボルトは殺されかけて、お前の方が殺した。そこにも幸せがある。死刑を宣すべき法律もお前の味方となり追放にとどまった。そこにも幸せがある。重なる幸せがお前のせいで降り重なり、幸福の女神が晴れ着姿でお前に言い寄っている。お前はまるでしつけの悪い複裂な娘だ。お前の幸運と愛に不機嫌な顔を向けている。心するがいい。それではろくな死に方はできんぞ。さあかねての手はず通りジュリエットのもとへ。だが夜景が置かれる時刻までいてはならんぞ。マンチュアまで旅する機会を逃してしまう。あの町でお前は生き延びるのだ。その間にわしらはお前の結婚を公表し、両家の仲直りを図り、太后の許しを請い、再びこの町にお前が帰れるよう努力してみるつもりだ。ロミオ様、お嬢様においでのことはお伝えしますよ。頼むバーヤ、そしてこの身を咎める用意もせよと。お急ぎくださいましよ。夜もだいぶ更けました。行くがいい。さようなら。おやす。慌ただしい別れ、哀れとも思いましょうものを。ハムレット様、すぐおいでになります。どうか厳しくおっしゃってください。悪ふざけにも度が過ぎると。私は隠れております。母上大丈夫、フォローに心配はいりません。母上、何かご用ですか。ハムレット、お前のために父上は大層お腹立ちです。母上、あなたのために我が父上は大層お腹立ちです。たわいのない返事の仕方を。けしからぬ質問の仕方を。どうしたのです、ハムレット。何がどうしたのです。この私をお忘れか。いやいや、とんでもない。あなたは王妃、夫の弟の妻、その上残念ながら我が母上。わかりました。そういうことなら話のできる者を呼びましょう。動いてはなりません。今鏡を見せてあげましょう。それまではどこへも行かせません。何をするのです。あなたの心の奥底をとくとご覧になるのです。まさか私を殺すつもりでは。とくとご覧になるのです。とくと誰か助けて。おい、誰かいねえか。泉か。死ねぞ。その通りだ。王を殺してその弟と結婚するに劣らぬ人さだ。王を殺して。そう、確かにそう言いました。私が何をしたというのです。あなたは女の慎み深さに泥を塗り、定粛を貴様の主人かと思った。誰か来て。黙って。あなたがしたことは
結婚の誓いを踏みにじり、夫婦の約束からその魂を抜き去り、神に誓った言葉を戯言の羅列にすることだ。何のことです、一体。あなたのお年になれば、情欲の血も静まり、分別の命ずるままになるもの。その分別がありながらどうして父から落ちる。それを愛とは言わせませぬ。確かに感覚はお持ちだろう、欲望がある以上。だがその感覚は確かに麻痺してるのだ。どんな狂気に取り憑かれた感覚にしろ、父と叔父の違いを見分ける力はないはずはない。感じる力はなくても目があれば、目はなくても手があれば、手や目はなくても耳があれば、何はなくても鼻があれば、いや、五感の衰弱した一かけらでもありさえすれば、こんなバカな真似ができるはずはないのだ。羞恥心はどこへ消えた。わしい情欲の余力が、いい年をした女の血を騒がせるものなら、燃え盛る青春の血には慎みも老も同然、たちまち溶けてしまう。若さの情念が人も得るのは恥ではない。ハムレット、もう何も言わないで、お前は私の目の奥底に向けさせる。そしてそこに見るのはどす黒い染み。洗っても落ちはしまい。落ちるものですか。油切った汗臭い床の中で浴場にただれた日々を送ってる以上、抱かれるその相手は汚らわしい豚。お願い、もうやめて。お前の心は探検のようにこの耳を刺す。もう何も言わないで、ハムレット。人殺しの大悪党、尊い王冠をあるべき額から盗み取り、市場の体験を汚れ立ててかすめ取って我が物とした王国泥棒。もうやめておくれ。忘れるな、ハムレット。おお、この身を守らせたまえ、天の御使いたち。私に何をせよと。この身を忘れるなよ、ハムレット。怠け者の息子をお叱りに置いてか。ここに現れたのは、そなたの鈍った決意を研ぎ澄まさんがため。未だ追いつけを果たさないでいる不甲斐ない息子を。だが見ろ、そなたの母はあのように恐れをののいておる。あれの心の苦しみを取り除いてやるがいい。体の弱い者ほど心の思いは強く働く。言葉をかけてやれ、ハムレット。母上、どうなさいました。前こそどうしたのです。周囲を見つめてありもしないものに話しかけるとは。あれを、あれをご覧なさい。収めてこちらをじっと。一体何を見つめているのです。そのように私を見つめないでください。悲しげな様子をされると、せっかくの固い決意も崩れ、なすべき大事も意味を失い、血の代わりに涙を流しかねない。誰に向かって話すよ。見えないのですか、それ、そこ。いえ、何も。それ、そこ、こっそり出ていくと。あ、出ていく。あれ、あの戸口から。それはお前の妄想にすぎません。そのようにありもしないものを巧みに作り上げるのが狂気というもの。狂気、狂気のたわごとではございません、母上。お願いです、ご自分の心を甘やかしてはなりません。この私が苦い言葉を吐くのは、あなたの罪のなす技。それを狂気のせいにするとは、懺悔をなさい。過去を悔い改め、将来を慎むのです。でなければ、あなたの心は腐っていくのです。お許しください。言わずにはおれなかった正しい言葉を。堕落しきった今の世の中では、悪を正すにも頭を下げて許しを求めねばならぬのです。お前はこの胸を真っ二つに裂いてしまった。それならば悪い方を捨て、いい方だけを残して清らかな日々をお過ごしなさい。ではおやすみ。だが決して叔父の寝床に行ってはなりません。今夜人はお控えなさい。そうすれば明日の夜はもっと楽に我慢できますでしょうし、その次の夜はさらに耐えやすくなります。この男にはかわいそうなことをした。この責任はどこまでも負うつもりです。ではおやすみなさい。そうだ、母上、もう一言。私に何を。今申し上げたことなどなさる必要はない。豚の王様に誘われて寝床に行かれるがいい。
臭い息を吹きかけられながら接吻され、いやらしい指先でうなじを撫で回されて、そのお礼に一切をぶちまけてしまえばいいのだ。ハムレットの狂気は見せかけに過ぎぬと知らせる方があなたのためだ。いずれにしろこのような大事を隠し通せるはずがない。その心配はしないでおくれ。言葉が息から出るものなら、息が命から出るものなら、お前が言ったことを息に漏らす命はない。おやすみなさい、母上。さあ行くぞ、ポロニアス。お前ともこれでおしまいだ。母上、おやすみなさい。忠告と助力によって、この俺は、リチャードは王座に上るぞ。末永く王であらせられますよ。だが王子エドワードは生きている。その後は察してくれ。その先をどうか。分からぬか、バッキンガム。俺は王になりたいのだ。陛下、もう立派な王では。これで王かとしてもエドワードは生きている。確かに王子は生きておられます。王子には生きていないでほしい。はっきり言おうか、俺はあいつらに死んでもらいたい。それも手っ取り早くだ。さあ返事を。手っ取り早く簡潔に。どうかしばらくのご猶予を。この件についてはよく考えた上でお答えしたいと思います。何、お前は氷か。熱い気持ちも凍ったか。すぐにお心を決め、ご返事申し上げてまいります。誰でもいい。不正の金に心を動かされて、密かに人殺しでも何でもやっと泣ける男をここに連れてこい。バッキンガムのやつ、今まで俺の腹心としてついてきたが、息が切れてご猶予と来たか。ケーツビー。はい、陛下。噂をまき散らせ。妃のアンが重病にかかり死にそうだと言いふらしてこい。今すぐにいいか。今大事なことは、将来この身の破滅となりかねない見通しを一掃することだ。さあ行け、言いふらしてこい。はっ。俺は兄の娘と結婚せねばならぬ。さもないと我が王国イングランドは脆いガラスの上にあるようなものだ。まずあの王子たちを殺し、次にその姉と結婚する。まるで綱渡りだ。陛下、ん、御用の向きを賜りに参りました。なあ、ティレルと申します。ああ、ティレル、俺の友人を一人殺してもらえないか。もちろんです。ただ、できることなら陛下の敵を二人殺したいものです。よく言い当てた。実は二人いるのだ。憎い敵が。俺の眠りを妨げる、いわば安眠の敵が。そいつらを片付けてもらいたい。わかるな、ティレル。ロンドン島にいる二人の私生児だ。すぐにでもご心配のもと取り除いてご覧に入れます。眠りにつく前にいい知らせを聞けるだろうな、ティレル。はい。必ず。いいな、バンコーがお前たちの敵だと。はい、陛下。そしてこのマクベスの敵でもある。あの男が生きている限り俺の病気は重い。死ねば健康を取り戻せるのか。ご命令は、陛下。必ず成し遂げてみせます。奴と同行する息子のフリーガンスだから。こいつを消すことも俺にとってはその父親以上に大事なことだ。分かったら奥へ下がってしっかり腹を決めればいい。あと呼びにやる。腹は決まっております、陛下。よし、奥で待て。バンコは、お前の魂もおさらった。今夜道を探すしかないぞ。天国に行きたいだろうな。どうなさったの、あなた。なぜ一人で物思い閉じこもっておしまいなの。俺たちは、蛇に傷を与えたが殺してはいない。傷口が癒えて元通りになれば、俺たちは、その毒がの危険にさらされることに。そういう物思いは、思う相手とともにこの世から消えてしまったはずです。この世が崩れ天も地も滅び去るかい。
夜ごとの眠りも悪夢に苛まれるぐらいだ。何をおっしゃるのです、あなたも。そんな怖い顔をなさらないでください。今夜はお客様の前で明るく振る舞わねば。ああ、そうするぞ。それにお前もな。不安が続くここしばらくは、国王の地位にあるこの身、作り顔を心の仮面として本心を隠さねばならねえ。もうそのようなお考えはお捨てになって。俺の心はサソリでいっぱいだ、お前。バンコーもフリーアンスも生きているのだ。彼らにしても借り物の命、いずれ自然に返します。そこに望みがある。彼らも不死身ではない。必ず起こるだろう、恐るべき重大事が。何事です、重大事とは。可愛いお前は知らぬままでいるがいい。後で褒めてもらおう。悪の火の手を挙げたからだ。悪の薪をくべるほかはない。さあ、奥へ行こう。もう行かねば生きるべく、とどまれば死ぬのだ。もういらっしゃるの？朝はまだ来なくてよ。あれはナイチンゲール、ヒバリではなくてよ。あなたのその耳に聞こえたのは本当よ。本当にナイチンゲールだったのよ。あれはヒバリ、朝の到来を告げる先ぶれだった。ご覧、あの東の空、意地悪な光の島が雲の裂け目を縁取っている。あれは朝の光ではないわ。本当よ、あれは夜空に時々現れる単なる光。あなたのためにマンチョまでの夜道を照らそうとしてるのよ。だからまだいらっしゃらなくてもいいのよ。捕らえられてもいい、殺されてもいい、君がそう望むなら。そう、あれは朝日ではない。調べ、あれはヒバリではない。僕だって行きたくない。どんなにとどまりたいか。死を来るなら喜んで迎えるぞ。どうした、話をしよう。まだ朝ではない。朝よ、朝なのよ。行って早く。あれはヒバリよ。耳障りな金切り声を出してるのは。あの声は私たちを引き離し、朝を呼び、あなたをここから追い立てる意地悪な歌ですもの。さあ、いらっしゃって。だんだん明るくなるわ。明るくなればなるほど、二人の心は暗くなる。お嬢様、もう朝ですよ。気をつけて、用心してくださいよ。では窓よ、朝を入れ、そして私の命を送り出しておくれ。さよなら。さようなら。もう一度口づけを。このまま行ってしまうの？私の、そう、私の夫、お手紙くださるまで毎日よ。あらゆる機会を逃さず、きっと頼りはするぞ、愛しいジュリエット。私たちまた会えるかしら。会えるとも。そしてこの悲しみが、その時は楽しい語り草となるだろう。さよなら。この度の件、遺憾に思うと同時に、何よりお前の身の上が案じられてならぬ。ここにいては危険だ。もはや一刻の猶予もならぬ。急ぎ旅の支度をしてくれ。運命の女神、あなたを移り気と言われるならば移り気でもいいわ。そうなら私のロニオをすぐに返してくれるわね。イギリス行きか。そうだ、いいでしょう。いいということが分かるはずだ。この気持ちが分かれば。その気持ちを見抜いて天使が見える。まあいい。さあ、イギリス気だ。行ってまいります、母上。お前の父だぞ、ハムレット。母上です。父と母、夫と妻、夫と妻は一心同体。従って母上。さあ、イギリス行きだ。ご連勝、船出して2日目、屈強な海賊船に襲われるところとなった。こちらは船足遅く、やむなく優を振るって敵船を引き寄せ乗り移ったが、それっきり我々の船を見捨てたため、俺は一人捕虜の国となった。ところが彼らは礼儀を知る海賊よろしく、俺を手厚くもてなしてくれた。もっともそうしておけば、いずれ立派な返礼にありつけると計算してのことだ。国王宛ての手紙を届けたら、死神から逃げる速さで来てもらいたい。話したいことがあるのだ。それを耳にしたら口も聞けなくなるだろう。ともかく、言葉では伝えられぬほどの事柄だ。ローゼンクランツとギルデンスターンはイギリスへの旅を続けている。二人のことで話したいことがある。さようなら、心から君の友であるユ・ハムレット。
船出したその夜のことだ。思い切って船室を飛び出し、国王がローゼンクランツとギルデンスターンに預けたイギリス王宛ての親書を盗むことができた。それがお礼書、驚くではないか。俺のような鬼畜生を生かしておくのは危険だ。この書面一読次第、即座にハムレットの首をはねよという厳命なの。信じられない話です。で、その後俺がどうしたか話して聞かせようか。ぜひ。こうして罠にかけられると、俺は信書の偽造に取り掛かった。その信書の最後の内容はこうだ。この書面一読次第、持参者2名、懺悔の暇も与えず即座に処刑されたし。すると、ローゼンクランツとギルデンスターンはこの仕事に手を出したばかりに自ら招いた破滅だ。それにしても、何という国王なのでしょう。兄である戦王を殺し、妃を汚し、王位を奪い、ハムレットの命まで陥れようとした男。そういうやつをこの腕で片付けるのに良心がうずくものか。それどころか、あのローゼンクランツとギルデンスターンのような害獣をはびこらせて悪事を働かせるのは地獄へ落ちる罪に値する。事の結末はいずれイギリスから国王のもとへ知らせが届くのでしょう。間もないんだろう。人間の一生は一つまた一つと数える手間もないのだ。マクベスもこのように、ん、明日、また明日、また明日と時は小刻みな足取りで一日一日を歩み、ついには歴史の最後の一瞬にたどり着くと。ラッパを受け、私の子供たちはどこにいる。お前が命を奪った身内どもはどこにいる。進軍だ。嘘つき女どもの言いがかりを聞くことはない。それでも私の息子か。我慢して私の我慢ならぬ怒りを聞き、非難がましい言葉には我慢できません。言わせておくれ。手短にお願いしますよ、母上。よいか。私の呪いの言葉はお前の敵に味方して戦うだろう。そこではお前が殺した王子たちの幼い魂が敵の一人一人に囁きかけ、彼らの幸運と勝利を約束して回るだろう。残忍なお前は残忍な死に様を見せ、生き恥さらしたお前は死に恥までさらすことになるだろう。言葉がひどすぎます。さらばじゃ。呪いたい言葉はまだまだある。だがそれを口に出す力はもうない。あなたには娘子がおありだな。あなたと同じ名のエリザベス。どうか娘たちの命だけは狙わないでおく。どうかそのためなら、あの娘は私の娘ではないと言いよう。王女の生まれであればこそその命は安全なんだ。安全な生まれであればこそ、あの兄弟は殺された。私がまるで王子たちを殺したかのようにおっしゃる。二人を殺したのが誰であろうと、裏で糸を引いて実行させたのはお前の頭。では糸を引いて引き上げて差し上げよう。あなたの娘をこの上ない栄光の座に。私の悲しみをからかう気か。どんな栄光を与えることができる。あなたの娘を我がイングランドの王妃にして差し上げる。ではその場合誰を王に。ミーは、ヒー、この私だ。どう思うこの話。あの子が運と言うとお思いか。その方法をあなたに教えてもらいたいのだ。あの子の兄弟を、叔父のジョージを、リバースとグレを、おばのアンを亡き者にしたのは自分だと言っておやり。私をバカにしておいでか。それで娘子の心を手に入れることなどできはしない。そのようなことをしたのはお前だ。そのようなことをしたのも娘子への愛へと言えば。あの子はますますお前を憎むようになるだろう。私があなたからこの国を奪ったとすれば、それをあなたの娘子へお返ししよう。私があなたのお子たちの命を奪ったとすれば、あなたの娘子にあなたの血を引く私の子を産んでもらうとしよう。あなたが失ったのは王となるべき息子たちであった。だがそれを失った代わりに娘子が王妃となるのだ。そしてあなたは再び国王の母となられる。そう、我々には明るい未来が開けている。明るい未来が開けている。あの子にどう言えばいい。この結婚が我が国に平和をもたらすと言われる。言われよ。神がそれを受けることを禁じたものと。王妃の座につくのだと言われよ。言われよ。私と同じようにそれを嘆く身になると。娘子への愛はいつまでも変わらぬと言われよ。言われよ。そのいつまでもはいつまで続くことやら。あの人の寿命の続く
く限り変わらぬと言われよ。お前の許す寿命の続く限りだろう。心に偽りがあればこの戦いで敵の手に倒されてもいい、我と我が身を破滅させてもいい。あなたの娘子にこそ私の幸せもあなたの幸せもある。あの人を失えばこの国も私もあなたもあの人自身もさらには国中の者が死と破滅に身を任せるほかない。どうかあの人に私の愛を取り持っていただきたい。私はこのようにして悪魔の誘いに飲まれてはならんのか。私はお前の心に沿うようあの子を説得せねばならんのか。そしてまた幸せな母親になるのだ。では娘のもとに心からの口づけをあの人に。エリザベス、娘の気持ちはいずれ私からお知らせしましょう。ではよろしく。恐れるなマクベス、女が産んだ者に誰一人お前を倒す力はない。魔女どもが断言したんだ。逃げた奴は逃がしておけ。バーナムの森が男子ネーンに向かってくるまでは恐れるものはないのだ。実は1万人余る軍勢が。どこの軍勢だ。ほらイングランドの軍勢です。その面含めろ。何が悪くない。おい死んだ。この一戦で決まるぞ。永遠に俺の王座安泰か即座に転落するからな。シータ、お呼びですか。もっと騎兵を出してくまなく巡視させろ。恐怖を口にするものは縛り首だ。いいな、シータ。はい、陛下。消えておしまい。今は心身消えろと言うのに。さあ、いよいよやるべき時刻。それにしてもあの段階にあれほどの血があろうとは。聞いたか、あれを。もうたくさんです。あなたそんなにビクビクなさっては何もかも台無しです。あなたは知ってはならぬことを知ったようだな。お妃様がおっしゃってはならぬことをおっしゃったのです。まだ血の匂いがする。この手の嫌な匂いは消えはしまい。なんというため息だ。血の治めた顔をなさってはいけません。万光はもう父の下、出てこられるはずはないでしょう。そうであったか。やってしまったことは取り返しがつきません。寝室へ、寝室へ、急いで。お妃様に必要なのは医者ではなく神父だろう。医者のお前にも心の病は手に負えぬというか。記憶の底に根を張った悲しみを、脳裏に刻まれた悩みを洗い流す、それができぬというのか。はい、など犬にくれてしまえ。俺には用はない。俺は死も破滅も恐れはせんぞ。断じてな。バーナムの森が男子殿に向かってくるまではな。陛下、どうしてシート。お妃様が陛下お亡くなりに。このような知らせを一度は聞くだろうと思っていた。明日、また明日、また明日と時は小刻みに足取って一日一日を歩み、ついには歴史の最後の一瞬にたどり着く。昨日という日は全て愚かな人間が知とか死への道を照らしてきた。消えろ、消えろ、つかまの灯火。人生は歩き回る影帽子、哀れな役者だ。舞台の上では大げさに見栄を切っても、出番が終われば消えてしまう。口を開きに来たのだろう。さっさと開いたらどうだ。嬉しい夢を正夢と信じていいなら、今日の夢は喜ばしい便りが届く前兆。あの夢、ジュリエットが来ると俺が死んでいる。奇妙な夢だ。そして俺の唇に口づけをして命を吹き込む。俺は生き返り、やがて帝王となる。さようならロミオ、今度お会いするのはいつの日か。さあリンゴ、もしもこの薬が効き目を表さなかったら、もしこれがロレンス神父が私を殺そうとする毒であったら、
もしロミオが救い出しに来る前に目が覚めたら、気を失いそうな冷たい不安が血管を流れている。ロミオ、今行きます。これを飲むのもあなたのため。死ぬ、眠る、それだけだ。どうした、バルサさん。神父からの手紙を持ってきてくれたか。ジュリエットはどうしてる。あれさえ無事なら万事幸せというもの。確かにご無事で万事幸せに。なきがらは無事にキャピレット家の霊廟に眠っていらっしゃる。何、どういうことだ。亡くなられたのです、ジュリエット様が。まことか。はい。そうなら戦いを挑むぞ、運命の星よ。早馬を雇ってくれ、バルサさん。今夜託す。どうか探検を起こされぬよう。そのお顔、何か恐ろしいことをなされそうだ。バカな、それはお前の思い過ごしだ。で、神父からの手紙はないんだな。ええ。最低、すぐ後から行く。ジュリエット、今夜はお前のそばに寝るぞ。その手立ては、あの薬や毒を分けてもらいたい。効き目の早いやつを飲めばたちまち五体の血管を駆け巡り、生きることに飽きた者を一瞬のうちに殺すように。死を呼ぶ大砲の方針から飛び出す火を転じられた火薬のように激しく、この身から息の根を奪い去るやつを。これをお好きな飲み物に入れて飲み干されますよ。たとえあなたが20人力であろうと、即座に往生なされましょう。毒ならぬ命の妙薬、お前が友だ。行き先はジュリエットの墓場。そこでお前に用があるのだ。そうなれば陛下、その剣先に毒を塗っておきましょう。毒をレアティーズ。少しでも血を流せばもう助からぬほどの猛毒。それを私の剣先に塗っておきます。だがさらに、試合で立ち回れば喉が渇く。そこでハムレットの飲み物に毒を入れた杯を用意しておく。それを一舐めすれば、たとえお前の毒の剣を逃れようと、見事ことは成就しよう。やります、陛下。必ず。陛下におかれましては、ハムレット様とレアティーズとの試合、今すぐなさるかとの仰せですが。俺の気持ちに変わりはない。国王の御意のままだ。ハムレット様、この試合に負けるのではありませんか。そうは思わないぞ、これでしょう。だがどういうわけか、この胸のあたりが妙だ。いや、それならば。ただの胸騒ぎというやつ、愚にもつかぬことさ。お気が進まないようなら、およしになった方が。前兆などいちいち気にしても始まらない。人間捨てるべき命について何が分かっている。とすれば、早く捨てることになっても、それがどうしたというのか。構うことはない。さあ、杯をハムレットのそばに。この勝負、今こそ国王クローディアスは、ハムレットの勝利のために乾杯するぞ。では始めるがいい。絶望の戦士ね、リチャード。どうだ陛下、影に怯えたりなさいますな。ところがその影が、リッチモンドに味方する幻が、このリチャードを魂の底まで怯えさせたのか。陛下、それは夢の中の幻。あのリッチモンドは戦の経験などまるっきりない男です。その通りだ。それだけにこちらに好都合なのです、陛下。お前の言う通りだ、ケツビ。確かにそうなんだ。戦の御用意を、敵が戦場に満ち溢れてきます。よし、出陣だ。乱戦乱闘に突入しよう。天国に行けなければ、手に手を取って地獄に行こう。諸君、忘れるんじゃないぞ。敵が何者であるか。奴らは不老者だ、ゴロツキだ、祖国を捨てた逃亡者だ。死ぬと知りつつ無謀な戦に挑んだはみ出し者だ。そういう連中を率いるのがリッチモンドだ。戦え、存分に勇気を示せ。敵は目の前だ、撃ってかかれ。勝利は我らの頭上にあるぞ。恐れるのはマクベス。バーナルの森が男子年に向かってくるまでは。口を開きに来たのだろう。さっさと開いた方が。陛下、どうご報告すればいいか。構わない、言ってみろ。私が丘の上で見張りをしておりますと、バーナルの森がこの目に
元が危うくなってきた。真実を見せて嘘をつく魔女の曖昧な二枚舌が気になってきた。恐れるな、バーナムの森が男子年に向かってくるまでは。その森が男子年に向かってくる、これが事実に叶うものであれば逃げること、踏みとどまることも叶うはずだ。警鐘を出せ、風を吹け、破滅よ来い。一刻も早く、せめて鎧をつけて死んでやるぞ、無人にふさわしく。ここにジュリエットが眠ってる。この墓に、墓、違う、光差し込む窓がある。ああ、ジュリエット、我が妻。死はお前の呼吸の甘い蜜を吸い取りはしたが、美の旗印はお前の唇に、頬に赤々とはためいている。ああジュリエット、何故お前はまだ美しい。目よ、最後の見納めだ。腕よ、最後の抱擁だ。唇よ、命の息の扉よ、正当なる口づけで封印するのだ。さあ、苦い先導者、来るがいい。まずい案内に、命知らずの水先案内よ。愛する妻、死ぬ、眠る、それだけだ。ロミオ、おお、青ざめて、なんと無残な時の仕業だ。この悲しい出来事、お前の罪だ。ジュリエット、神父様、あの人はどこに、私どこにいるはずかよく覚えております。ここがそうですね。さあ早く、その人眠りならぬ眠りのとこから、わしらの逆らいようのない大きな力がわしらの目論見を阻んだのだ。早く、私のロミオはどこに。そこに死んでおる。今何を聞く。最後、もうここにはおられぬ。行ってください、どうか。私はここにおります。一本、ハムレット様、ハムレット様、よーし来い、もう一本。どうだ。やられました。確かにかすりました。ハムレットが勝ちそうだな。ハムレット、お前の幸運を祈って王妃が乾杯を。ありがとうございます母上。よせかトルト。いいえ、乾杯させていただきます。毒の入った杯、もう遅い。その杯、後でお受けします母上。陛下、今度こそ必ず。どうかな、怪しいものだ。さあリアティズ、本気を出してかかってこい。子供扱いされてるようで面白くないぞ。おっしゃいますな。3本目、さあ来い。では勝負なし、引き分け。何それ。冗談。大丈夫ですか、ハムレット様。バカな話だ。自分の仕掛けた罠に天罰というほかない。ああ、母上、血を見て気を失ったのだろう。いえ、いえ、あの杯に、ハムレット、あの杯に毒が。死ぬ、眠る、それだけだ。陰謀だ。おい、扉に錠を落とせ。犯人を探し出せ。犯人はこの中におります。ハムレット様、あな
たもおしまいだ。あと半時間のお命、謀反の道具はそのお手に。何を言うのだレアティス。切先の尖った毒を塗った剣、その卑劣な行為が翻ってこの身にも。お妃様は毒殺、国王が、国王こそが責めを負うべき人。切先に毒を。援軍を、援軍をお願いします。ミキサー堂には人間はとも思える戦いぶり。だから五条から通され、死の淵に身を刺してリッチモンド。どうか援軍を一刻も早く。さよないと敗北です。馬をくれ馬を。馬の代わりに我が王国をくれてやる。馬を引きませんか。すでに祭は投げられたのだ。どう出ようと引き込むのか。陛下、リッチモンドのやつ、この戦場に6人はいるらしい。そのうち5人を殺したぞ。逃げ道はない。やり渡れ地獄の犬マクベス。誰だお前。マクだか。この剣に物を言わせてやる。言葉に尽くせぬ残忍非道の貴様相手にだ。無駄だぞマクだ。俺の命はまじないがかかってる。不死身なんだ俺は。女から生まれたやつに対してはそんなまじないは絶望の淵に捨てるのかな。貴様が崇める悪魔の手先どもに聞いてみろ。このマクナフは女から生まれる前に突き足らずのまま母の腹を裂いて出てきたと言うだろう。そんなことを言う人は乗られるかい。俺の男らしい勇気もくじけた。あの魔女どもめ、この耳に入れた約束は守りながら、この胸に芽生えた希望を打ち砕きおった。おい、貴様相手に戦う気を失せと。ならば降参しろ卑怯者。生きながらえて世間に恥をさらすがいい。いいえ、行ってください。どうか、私はここにおります。ロミオ、毒なのね。おお、ひどい、すっかり飲み干して、あとを追う私に一滴も残さないだって。その唇に口づけを、そこにまだ毒が。あなたの唇、まだ温かいわ。おお、ありがたい剣。この胸がお前の鞘。眠り、そして私を死なせて。死ぬ、眠る、それだけだ。切っ先に毒を。それなら、もう一度それを果たせ。ハムレット様、手を貸せ。傷を受けただけだ。兄を殺し、姉を犯した不義非道のデンマークを。これを飲め。母上の後を追うがいい。死ぬ、眠る、それだけだ。ハムレット様、お互いに許し合いましょう。父の死があなたの罪に、あなたの死が私のレアティーズの罪になりませんよ。死ぬ、眠る、それだけだ。ホレーショ、俺はもうダメだ。君が生きながらえて俺のことを伝えてくれ。こともしないいいな。何を言われます。俺は死ぬぞ。毒にしびれて気力も失せていく。そこで言い残しておきたいことがある。王位を継ぐのはノルウェー王子ホーディンプラス。それが死を迎えたハムレットの心、そう伝えてくれ。ことここに至った諸々の事情も、あとは沈黙。死ぬ、眠る、それだけだ。おやすみなさい。安らかな眠りに疲れますように。ならば降参しろマクベス。生きながらえて世間に恥をさらすがいい。貴様を珍獣怪獣よろしく見せ物にし、柱に絵看板をぶら下げてこう書いてある。ここに暴君あるとな。
降参などするか。たとえバーナムの森が男子年に向かってこようと、女から生まれるという貴様を相手にしようと、最後まで戦わずはかかってこいなくなる。先に参ったと弱音を吐いてやつが地獄へ入ることになろう。死ぬ、眠る、それだけだ。馬をくれ、馬を。馬の代わりに我が王国をくれてやる。絶望して死ね。お前の犯した罪の恐ろしさに震えながら死ね。馬をくれ、馬を。死にまみれた最後の日をこの戦場で迎えるがいい。絶望して死ね。馬をくれ、馬を。ロンドン島で殺された王子たちがお前を破滅の道に引きずり込んでやる。絶望して死ね。惨めな案を思い出し、その手にする剣を取り落とすがいい。絶望して死ね。マーガレットの前で殺した王子のこと、ロンドン島で殺されたヘンリーのこと、兄ジョージを、リバーズとグレーを、ヘイスティングズを、バッキンガムを。絶望して死ね。絶望しかないのか。何を恐れる、リチャード。お前自身をか、リチャード。他に誰もおらぬ。リチャードはリチャードを愛している。俺は俺だ。ここに人殺しはいるか。確かにいる、お前だ。では逃げろ、そのお前から。なぜ逃げねばならぬ。お前の復讐を恐れるから。俺が俺に復讐する。だが俺は俺を愛して。なぜ。お前がお前にいいことをしたからか。とんでもない。お前はお前を憎んでいるのだ。お前がお前に憎むべき数々の罪を犯したから。馬をくれ、馬を。馬の代わりに我が王国をくれてやる。お前の地獄の道行きに馬などいらぬ。絶望して死ね。死ぬ、眠る、それだけだ。皆様、お手を願います。我らがお礼を申します。